はい、またやってまいりました。50を前にしてカンフーが大好きになってしまいました。少年時代ね、ジャッキー・チェンでかなり心を燃やしたもんですけども、あれからカンフー映画が下火になってきて、そして20年ほど全然ほっといたんですけども、最近またね、イップマンを中心にカンフー映画結構面白いのが出てきてね、おじいちゃんはデブゴンまで新宿に見に行ったぐらいです。そしたら今日はね、武器のまた紹介をしたいと思います。今日はすごいですよ。相当なカンフー好きでもこれは持ってないだろうというね、それがこれです。袋も作ってもらいましたね。袋見てください。速稼塾隠居って書いてるでしょ。これ刺繍してもらったんですよ。で、この袋はともかく中に入ってるのは何かと言いますと、そうですね、前もお見せしたと思いますけども、三節棍ですね、これね。こんな感じで扱いは結構難しいです。まずはね、手首を鍛えてないと簡単に手首を痛めますね。で、遠心力はかなり太いです。で、扱い方もヌンチャク以上に難しいですね。でかいですしね、またね。で、こうやって構えるのかな、で、こうやって使うのかな、こんな感じですか。こうやって、で、時にはこのようにやって防御したり、こういうふうに使ったりね。で、ぐるっと、この中では回せませんけども、こうぐるっとね、回転させて遠方の、それ射程距離長いんですよ、これでね。通常はね、戦い方としてはこういうふうに持つんじゃないかなと思いますね。こういうふうに持って、こっちで防御して、こっちで当てるみたいなことをこう繰り返していくみたいなね。こっちで防御して、こっちで、こっちは月に使うときに、月に使うときにとってね、早いという。でもやっぱり醍醐味はこの遠心力を最大限に生かした遠投だと思います。ぐるっとね、ちょっと回せませんけどもね。で、あとはこう回転させるやり方もあります。これは中心だけを持ってね、遠心力で両方をぐる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 回していくやつです。これも同じくこの狭い空間ではできませんけどもね。で、その他防御がかなり盛んなんですよね。どうだったかな、こうか、こんな感じですよね。こんな感じで、ちょっとカメラ映られませんけども、ちょっと勝たせましょうか。こういうような感じでね、防御の型の時にこうですね、こういう風に Z の字に構えて、背筋ですね、やっぱりでかくてね、こうやって構えるわけなんですね。で、またここから使っていくという形になります。まあ、この三節棍も特に使い方を教わってるわけじゃなくて、憧れだけでね、買ってしまいました。確か1万円前後したと思うんですけども、まあ、このね、三節棍も最初は手首がすぐ痛むんで、10秒とすらくれませんでした。今は割と長い間やってられるんで、汗だくになるまでトレーニングしております。また外の動画もこのうちご覧いただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。やっぱね、ダイエットにね、いいかもしれないですね、カンフーのこうやったグッズを使うのはね。今日の小話は特にありません。まあ、あるとすれば少林寺36号でこの三節棍の存在を知った人が多いんじゃないかなってことでございます。少林寺36号はテーマソングを日本人の方が作ったのかな、英語で歌ってるやつなんですけども、古めかしくてなかなかいいかなと思います。 DVD も販売されてますし、日本語版もありますんで楽しめると思いますよ。結構ね、少林寺36号は今見てらっしゃっても結構面白いんじゃないかなと思います。撮影技術はそんなに高くないですけど、最近に比べて、いろんなアクションとかもまあ平平凡凡ですけども、その代わり役者さんがすごくいい味出してるんで、見ていただきたい作品になります。当然私も DVD 買いましたね。3500円ぐらいしましたかね、あんまりバンバン出るような作品じゃないんで高いかもしれません。それじゃあ。